この問題は直流直巻き電動機の、トルクに関する問題です。それでは問題について説明しましょう。負荷電流が40アンペア流れた場合、トルクが500ニュートンメートルであったり、いいですね。直巻きですから、ここの開示巻き線がこのようになります。はい、ではここの40アンペアが20アンペアになった場合、トルクはいくらになるでしょうかっていう問題です。はい、それではやってみましょう。はい、これを解く前にですね、ちょっとここのこれを見てください。はい、開示巻き線があって、電気抵抗、それから電気紙、モーターですから M としておきましょう。そしてここに電源をこう入れておきます。いいですね。そうすると、はい、ここから電流が流れると、I の A が流れると、ここに、はい、時速 Φ が生じます。そうすると、この電動機は、回転しますけども、はい、この時のトルク T は、はい、T イコール K タウファイ、いいですね。これとこの電気紙電流 IA をかけたものになります。いいですね。またこのファイは、この図を見れば分かる通り、はい、比例乗数を KF としておきましょう。KFIA になります。いいですね。はい、したがってこの2つの式から T はイコールトルクは K タウ、ファイはこれを入れましょうね。KFIA かける IA ですから、まあ、ここからここまでがこういうふうになる。そうすると、これをですね、これを、はい、一つの乗数として K タウダッシュにしておきましょう。はい、IA の事情となります。すなわち、電流の事情に比例するんですよということが分かります。はい、このことをですね、頭に入れておいて、この問題を解いてみたいと思います。はい、それでは、はい、こうトルクが500ニュートンメートル、はい、これはイコール K のタウのダッシュかける40の事情となります。したがって K タウは40の事情の500、いいですね。はい、次にこちらに行きましょう。はい、このトルク T はまた
t はイコール k タウダッシュかける二重の事象イコール k タウは40の事情分の500かける二重の事象イコール、はい、40分の20の事情かける500いいですね。こういうふうに置けます。したがってここは2分の1ですから、はい、2分の1の事情は2の事情分の1かける500。2の事情は4ですから、これは、はい、125ニュートンメートルとなります。いいですね。これが答えになります。はい、ここで、大切なことは、はい、まず直巻き電動機とはどういうふうになっているか、この透過回路をかけること、それから、はい、トルクは電気子電流の事情に比例するんですよということ、ここのところに注意しておけば、比較的簡単に解くことができます。以上がこの問題の解き方の説明になります。